どうも、ハンサムクロージです。今日はですね、マクドナルドのハンバーガーを買ってきました。新発売のご当地バーガー、モスもやってましたけどね。日本のうまいもん食べ比べご当地グルメバーガー祭りということで、全国向け、西日本向け、東日本向けという感じで3種類のハンバーガーが発売されました。金沢名物黒カレーカツバーガー、これは買えないです、僕東京にいるので。なので残りの2つを買ってきました。全国向けに発売の宮崎名物チキン南蛮バーガーと名古屋名物味噌カツバーガーです。まあ、なんか西日本東日本とか言われ割と真ん中あたりの西日本に東日本の方は真ん中で、宮崎だけ突然バーッと不思議な感じのあれですけれども、買ってきました。まあ最近ね、マクドナルドはね大変です。入ってたなんてね言ってましたけど、が入ってたってことある？食べますけど。まずは宮崎名物チキン南蛮バーガーいきましょう。はい。見てこれ、ちょっと逆さまだけど。もうトロットロのソースがやべえ。ソーストロットロですよ。パンはね、あのセサミ系のパンズですね。中にキャベツと卵感のあるタルタルが入ってます。この玉ねぎも美味しそうなスライスオニオン。宮崎の名物料理チキン南蛮をイメージした特製タルタルとコクのある南蛮ソースが食欲をそそるバーガーです。いやマジでうまそうです。これは我慢できない、いただきます。うまっ、おいしい、めっちゃおいしい。まあ、パンはいつもの普通の割とマクドナルドのパンなんですけど、チキンカツがおいしかった、柔らかくて衣もサクサク感が残ってて、でタレもめちゃくちゃおいしい。ちゃんと穀物酢ががっつり生きてて甘酸っぱい感じで、玉ねぎもおいしかった、すごい。卵のタルタルもおいしい。これはほんとおいしかったわ。まあ、もともとチキン南蛮がべらぼうに好きなんですけどね、僕はね。チキン南蛮大好きおじさんなので、どうしたっておいしいんですけどね。余計美味しく感じました。へえ、これ後ですればよかったな。重犯罪。次、名古屋名物味噌カツバーガーだがね、あれちょっとパンが違う。これはわ、美味しそう。うわ、うまそう。わ、カツ分厚。とんかつパティと濃厚で味わい深い味噌カツソースが相性抜群のバーガーです。穀物を使用したバンズ、五穀パンみたいなことですかね。なんか健康的ですね。よし、食べよう。ただ僕あんま味噌カツとか僕案外味噌があんまりね、すっげー好きかって言われるとそうでもない。白味噌派ですし、そのね、濃い味の味噌ってそんな食べないんだけど、どうだろう。いただきます。とんかつうま、うん、衝撃的な美味しさほどではないけど、ストレートに美味しかったです。味噌ダレがそんなに甘さもなくて食べやすかった。どっちかっていうとマヨネーズね、マヨネーズの存在感がガンとあって、マヨネーズと味噌が混ざると超美味しくないですか。マヨ味噌ソースみたいな感じになって、すっごい美味しかったです。マヨネーズ酸味も結構あったので、レモンマヨネーズなのかな。さっぱり食べれました、意外と。カツだけど、お肉もね分厚いし歯切れもいいお肉で、どこの部位なんだろうなんかわかんないけど美味しかった。成形肉っぽかった。パンは味噌とかカツの主張が強いからそこまで存在感なかったけど、単体で食べると、あ、なんか美味しいパンだなっていう感じはありましたね。ハチャンさん、ごちそうさまでした。はい、というわけで2つのハンバーガーを食べてみました。食べてみました。どちらも美味しかったです。あ、マクドナルド、まあいろいろありますけどね、僕はそんなに嫌いになれません。マクドナルドでバイトしてる人たちもみんな頑張ってますしね、頑張ってほしいなと思います。はい、美味しいし、美味しいし。ごちそうさまでした。気になる方はぜひ。以上、ハンサムクロージュでした。バイバイ。